こんにちは。今日はミスタードーナツの動画撮ります。本当はね、家でゆっくり撮りたかったんですけど、撮ってる時間がなくって、先週発売したものなので、やれても来週になっちゃうから、急遽ね、休憩時間を使って食レポしたいと思います。まずはじめに生ポンで宇治抹茶。もうこれ食べましたか皆様。おー、中はねこんな感じで、普通のねポンデリングまん丸なんですけど、ちょっとラグビーっぽいような形ですね。宇治抹茶を練り込んだ生地にグレーズがかかってます。うーわすっごい、これは生食感だ。もうね、わかりますかこの伸び。普通のねポンデリングと食感がまるで違いますね。普通のポンデリングはモッキモッキモッキって感じだけど、生ポンデリングの食感はしっとりしててね、もっちもちで、そのもちもち加減が噛めば噛むほどお餅のようなねっとりとしたもちり感です。うーん、これは美味しい。このグレーズのねシャリシャリとした食感もいいですね。で、抹茶感はそこまで強くは感じないかな。程よくというか、ほんのりというか、風味苦味はねそこまで強くは感じてないです。だからこそ食べやすいですね。この食感すごい、ほんとお餅みたいだ。美味しい。次はポンデ宇治抹茶黒蜜きな粉を食べます。これはね、追い蜜がねこんな感じでついてきます。中はこんな感じできな粉がまぶしてあります。まずはね、追い蜜をかけないでそのまま食べてみます。生地の感じはね、生ポンデリングと一緒かな。これ美味しすぎる。まるできな粉餅ですね。きな粉が分かってる分、よりね抹茶感は薄いかもしれない。でね、このきな粉の甘香ばしさが最高です。これだけでもね甘くて美味しいんですけど、追い蜜してみます。はい、かけます。おー、あ、すごい、結構たっぷり入ってますね。半分ぐらいしか入れてないんですけども、そこにたまるぐらい蜜がたっぷりです。甘い、美味しい。黒蜜はね、かなりサラッとしたタイプですね。でもね、濃厚で甘くって、甘いの大好きって方は最高だと思います。もう何よりこの餅食感がたまらない、美味しい。次はほうじ茶餅ふわわらび餅を食べます。表面には粉砂糖とホワイトチョコレートとほうじ茶チョコが3粒乗ってます。でね、中はね、うわわわわわわらび餅と粒あんが入ってますね。ではまずはホワイトチョコじゃない部分食べます。この生地も美味しいぞ。まずね、生地はね表面がさっくりしていて、中がねもっちりもっちり食感です。ほんのりほうじ茶の風味も感じますね。え、この生地美味しい。でね、中のわらび餅はわらび餅ってよりかは
片栗粉をさ溶いて火にかけた時のあのとろみというか、くず湯的なこのとろみというか、わらび餅をかなりね、やわゆるーくしたようなタイプです。粒あんはね、程よい甘さで粒感がいいですね。このね、ホワイトチョコの部分を食べちゃうと、ミルキーなホワイトチョコの味が強くなって、ほうじ茶感はかなり薄めになっちゃいますかね。あ、でもこのチョコがほうじ茶チョコだったんだっけ。うん。このね、ほうじ茶チョコレートは、コリッとしていて、しっかりほうじ茶の風味感じます。このね、和な感じとホワイトチョコレートのね、ミルキーな甘さが絶妙にマッチしてます。美味しい。次、宇治ほうじ茶もちふわホイップ食べます。上はね、ホワイトチョコレートと粉砂糖なのかな、このなんか前ミスドの何かであったと思うんですけど、このオブラートなのかな、キラキラしたトッピングが乗ってます。中はほうじ茶ホイップとチョコレート、ほうじ茶蜜が挟んであります。このね、ほんとね、生地がね、最高ですね。中のほうじ茶チョコはさっき食べたものと一緒ですね。ほうじ茶の風味しっかりして、コリッとした食感が楽しめます。ほうじ茶ホイップはふわっとしていて、ほうじ茶の風味もするけど、ミルキーな味わいで美味しいです。あ、でね、ほうじ茶蜜がほうじ茶の風味渋みがあって、とっても濃厚です。これ美味しい。ほうじ茶がね、大好きだよって方は、さっきのわらび餅よりもこっちの方がいいかもしれない。これ美味しい。これね、ほんとね、表面がカリなのにね、めっちゃもっちりしてるんですよ。抹茶に関してはね、あの生食感がすごい美味しかったから、抹茶苦手な方にも食べてもらいたい。でも苦手な方が食べても、そんなうわ抹茶うわうわうわみたいな感じにはならないと思うんですよね。逆にね、ほうじ茶大好きな方はもうこれ食べてほしいです。ごちそうさまでした。ミスタードーナツの4種類どれも美味しかったです。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。インスタグラムもやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。